今日の大阪エベストのメンバーをご紹介してまいります。ナンバーワンピアノ純中西、今シーズン大阪エベストゲームに入っています。ここで得点が欲しいところなんですけどね、はい、これは決めて時間をいっぱい使っていました。大阪エベスト与那嶺ライカル、畑野がマークに入るが決まった。デビッドライカル、大分はいつもでしたらやはり24秒使ってくるんですけど、はい、今日はちょっと変えてますね。そうですね、はい、早い展開、やっぱり大阪の場合は得点取るべき選手が、ね、取ってますね、はいはい、トライス外に振ってライカル、いいですね、綺麗な弧を描いて決めています、はい、あ、連続でスリーポイント決めてきました。当たってきたじゃないかという ね、 そ、 うね、そんな感じのこのジェスチャーにも見えますがライカル、はい、もう時間がなくなるとですね、乱れましたが、もう一度ウィルキンソン、そしたら2メーター6センチあります。ライカル打ってくる、あ、よく来ましたね、今日3本目ですか、はい、そうですね、はい、スリーポイント決まっています。非常に明るくて、はい、熱いそうです、ね、ヘッドコーチですね、はい、うん、ここ走りたいですね。さあここはしっかりと、はい、あっとここは長いフリースロー1投目、さあ決まった1点差、これが決まればゲームが振り出しに戻ります。デビッド・ライカル2投目決まった、与那嶺切れ込んで外からライカル決まった、すごいですね、スリーポイント今日4本目、今日5本目じゃないですか、あ、5本目ですか、はい、5本目、さあここは与那嶺持ち込んで外へ、その後ライカルがスリーポイント、これで逆転というシーンだったんですが、今日は5本の、もう第1クォーター始まった時の 逆、はい、逆転現象が起こっているんですね、はい、まあ、バスケットというのは大きいはありますね、はい、大活躍のデビッド・ライカル、この人は24歳です、203センチ、ブリスポート、ライカル、ね、決まった、ちょっとシュートっていうんですか、オフェンスが単調になってきましたね、大阪は、そしてライカルが決めた、はい、さあこの最終クォーター順番でいけばこの大分のペースになる、ライカルのやはり精度としてすごく高いですね、はい、ここにノーマークを作っちゃいますと、もう得点を与えてるみたいなものですからね、はい、今日は7つスリーポイント決めてますので一気にこのスリーポイントの成功率も上がってきましたね。そうなんですよ、はい、7本決めてるんですけども、じゃあ20本ぐらい打ってるかというとそうじゃないですよね、はい、非常に